まーちゃんです。バーンバーン。はい、ということで、昨日の続きです。で今日はですね、点数を見ていただこうと思うんですけども、はい、皆さんの、ね、手でも合わせて見てもらったらいいんじゃないかなと思っておりますので、うん、ぜひ皆さんの手も見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、早速やっていきましょう。それではです。ゴチ。忘れてた。お願いします。緊張するなのか。一番緊張してる。まず聞き手はどちらになりますか。実はリオケです。きた。昔はどうでした。昔は右で事故であって両利きになりました。そうなんですね。じゃあ元々は右利きですね。右利きですね。じゃあちょっと右として見ていきます。っていうのはいろいろ意味がありまして、はい、右利きの場合。利き手と逆が元々持った運勢になります。反対が切り開く運勢、お手本の手相と思ってください。ただ基本的には利き手と逆の手相を見ていきます。はい、まず手相には三大星というのがあります。はい、まあこれはご存知の方多いと思うんですけど、生命星、うん、ここの知能星、この感情星、うん、心の星、これでほとんどのことがわかるんで、ちょっとこれをまず見ていこうと思います。まず生命線から見ていきます。生命線、これですね、親指の付け根をぐーっと回っていく線です。はい、で、よく生命線はその寿命が云々かんぬん。基本的には寿命は見れないです。そもそも占いで命に関わる頃って占っちゃいけないんですよ。某有名な占い師さんは、あなた刺さないよみたいなこと言ってるんですけど、本当はあれはマナー違反というか、マナー違反なんだ。マナー違反です。で、出そうでも基本的には寿命は見れない。じゃあ生命線何見るねんと思うんですけど、2個目を見ていきます。手相っていうのは、線っていうのは綺麗にグーッと出てるのがいい線です。はっきりと綺麗に長い線がいい線と言われてます。それを踏まえて見ていくんですけれど、はい、結構綺麗に出てるんですよね。そうなんですよね。視界の縁でガッツポーズがすごい。ただ1点だけ言うと、ちょっと喉だけ気をつけてください。これ場所場所を表すんですけど、喉、はい、これが肺、腎臓、胃とかで腎臓、肝臓みたいな感じで場所場所を表せます。こういう丸が出てると良くないですよっていうと、ここが丸出てるんですね、はい、ってことは喉の病気になりやすい。肝脂喘息持ちです。あー、なるほど。ここは、はい、確か喘息持ちの方はこうなります。うん、そうなんだ。なります、なります。今後は体バリバリ強いですね。ただお酒好きですか。あ、そんな飲まないです。あ、じゃあいいです。ちょっとその血管が弱いというか、お酒たくさん飲むと脳梗塞とか心筋梗塞になりやすい危険の線が出てるんであるんですけど、まあそんな飲まないんだったら大丈夫です。健康線、あの生命線とは違うんですけど、健康線っていうのはここにあるんですね。まあ出ない人も多いです。これはちょっと写真だと見れないんですけど、こういう細かいのがいっぱいわーってあるんですよ。います、います。ちょっと胃が弱い、油物食べてお腹痛くなったりとか、ストレスでお腹痛くなったりとかする方は声で渡します。します。優しくしてくださいね。いいね。っていうのが生命線です。で、次知能線、これが考え方の癖の線です。2つ見るとこありまして、長さと行き先です。長さが考える時間と思ってください。長ければ長いほどしっかり長く考えるし、短いとあんまり考えないので、まず行動してみようという方になります。基準点がこの薬指からぐーっと伸ばしたとこが基準になります。これよりも短いか長いかを見ていきます、うん、っていうと基準点からちょっと長いです。おってことはちょっと考えすぎちゃう。で、こういう方は考えすぎてチャンスを逃しちゃうんです。そんなこと。まあ考える時間もほどほどにねっていう線です。あと行き先なんですけれど、まっすぐ伸びてる人は論理的タイプです。下に行く人はフィーリング、直感、私を信じる、はい、肩が下に行きます、はい、あともう一つ意味があって、はい、芸術面に秀でてますよ。え、例えばデザインとか、うんうん、絵とか、うん、音楽とか、うん、文章とか、うん、そういうのに秀でた人が多いです。で、次は感情線を行きましょう。感情線は心を表す線で、これも行き先と長さが大事です、うん、まず長さが愛情の量、愛情を受ける側、上げ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 る側、この平均が人差し指と中指の間今回はここまであるので、この平均的な真ん中に、そう、愛情たっぷり、愛情たっぷりだ。これまあ短いとちょっとクールというか冷たい。じゃあたくさんあればいいかというと、そうでもなくて、ありすぎると
そのまあ俗に言う愛が褒め方、メンヘラ、メンヘラ、DV、ストーカー、気質ってなるので長ければいいもんじゃないので、バランスが大事。そうか、を見て付き合うことにしました。長くてさらに下に行ってる人はマジでやばいや、なんで気をつけてください。もう一つ、行き先が大事です。まっすぐ行く人と上にグッと行く人です。まずまっすぐ行く人は結構空気を読んで自分の気持ちを抑えるタイプで、ちょっとお友達は少ない。逆にこれ今回見て上にグッと行く人は出会ったすぐに心の扉がパッカーンとするんですね。めっちゃいい子やん。そうです、そうです。なんか結構人付き合いは得意なんですよ。見たらグイ。前回の数秘術でも言ったんですけど、人間大好きなんですよ。それが手相にも現れてて、まあ、誰とでも仲良くなっちゃう。なんで心の扉めっちゃパカパカなんですよ。花見ですわ。ともう一つ言えるのが、感情の起伏が結構激しい。気分屋ってことですか。そうですね。気をつけよう。あとは熱しやすく冷めやすいです。それは、はい。それも数秘術の5の数字、新しいものが好き、聞いたのと一緒で、次から次に熱しやすく冷めやすいって方。あとこれは恋愛にも言えて、一目惚れもしやすいけれど、すぐ冷めやすい。傾向もありますよ。はいはい、まあ傾向ですからね。傾向です、ね。傾向です。絶対じゃない。一週間で別れるとかそんなことないんですよ。ないですね。傾向です。傾向ですか。ってことが言えます。というのが感情線。になりますね。あと細かい線を見ていくとですね、これ下に線がわーって出てます。これはおせっかい焼きの線です。やっぱ人大好きです。困った人がいたら大丈夫ですかって手を差し伸べる。それはよく嫌われます。悲しい。けど、あ、結婚線。はいはいはい。見ていきましょう。小指の下と感情線の間を見ます。で、見方としては感情線が20線。小指の付け根が35線。で、線が出てるとこに結婚する大きなチャンスが舞い込んできますよっていう線です。で、逆を言えば20歳以下、35歳以降の方はちょっと見えないんですけれど、一つ勘違いされてる方がいるんですけど、結婚に至る大きなチャンスが来ますよっていう時期です。なので絶対ここではないです。ただ、体感7割ぐらいの人がここのタイミングで結婚してるっていう線になります。結婚生、この時期でプラマイ2ぐらい見てほしいんですけれど、28歳のところに一番太いのが出てるんですよ。結婚生活もそんな悪くない。指の長さも大事です。人差し指と中指の長さ、この比較が大事です。今回ちょっとなんですけど薬指の方が長いんですね、薬指の方が長い方は一人でやっていくとかフリーランスとか社長さんとか、自分で自分のことをコントロールするのが大好きです。あの、縛られるのが嫌いなんですよ。あ、はい、今のやってることも合ってるんですよ。すごい嬉しい。人差し指が長かった場合、リーダー気質なんですよ。チームワークで俺が私が引っ張っていくわっていうタイプが人差し指が長いタイプ。人差し指と薬指同じぐらいの長さだわっていう方は、これはコツコツ頑張っていく、そのチームワークでの中の一人として頑張っていく方が合ってます。もう一つ有名な線で言うと運命線っていうのがあります。あ、仕事の線になります。真ん中からぐーっと上がっていく線になります。これ正直ある方とない人います。大体半々ぐらいあるかないか。そうなんだ。運命線こういう風に流れてて、知能線との境目が35歳、ここが0歳、という風に時の流れを表します、運命線が太く出てると仕事がうまくいきますよと。で、乱れてるとちょっとその時にトラブルあるから気をつけてね、という線になります。28歳ぐらいまでは割と人生決まってる。こっから釣りと切れてるわけじゃないんです。フェードアウトしてってるんですよ。という方は結構未来が本当さっき言ったように決まってない。なので可能性は無限に。ない人は本当は自分次第なんです、今回は28からは自由なので自分で自分の未来を作り出していく線になります。運命が決まっていくとここら辺伸びていく方も多いので、いい、結婚で決まりますね。じゃあもしかしたら言葉聞いたい、玉残し。ちなみに玉残し線もありますよ。私ですか。ないです。そういう線がありますよ。たまらばししてるやった。太陽線という線がここにある方がいるんですね。これと結婚線がぴったりぶつかると玉残し線。ただこれ太陽線を貫いちゃうと逆に結婚生活大変ですよ、なるので、ほんとぴったりじゃないと玉残し線にならないので、ちょっと皆さん見てみてください。え、まあ、結構いいってそうです。そうですね、まあ、まさにお会いしたイメージそのまんまだと思うんですけど、明るくて感情的でパッション でいろんな人と仲良くなれる素質を持っているので、もうどん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 ぶつかっていっていいです。もうどん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 話しかけてください。かけてください。お願いします。じゃあ自分からかけてくださいね。頑張っていこうと思います、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ続きまして明日は
バラバラになりますので、ぜひ、ね、明日も見ていただければいいと思います。エンディング行く前にお知らせ。改めて西野村名と言います。名古屋を中心に活動してまして、出張という形でやってます。カフェとかレストランとか、まあ、バーとかでもいいんですけど、そうお気に入りのお店で待ち合わせて、そこでじっくり占うって形をしてますので、もし私も俺も占ってほしいなっていう方は、インスタからちょっと DM を送っていただければと思います。よろしくお願いします。それではまた明日、まいちゃんでした。まいちゃん